よろしくお願いね。はい、こんにちは、こんばんは、しあたけです。今回はですね、サムネとね、タイトルにある通り、とうとう明日ではない、明後日にエキサイティングプレイヤーがね、来るということで、今現在の選手で第1弾、第2弾のね、組み合わせを予想を、まとめたんで、その動画にしていこうかなと思います。いや、マジで楽しみ。残るね、球団、1球団がソフトバンク、これに結構ね、運命がかかっている人が多いのではないのかなと思う。来た選手によってはスルーして TS 第3弾、昨日のね、エコイサムになってるんですけど、見てない方はぜひとも見てください。ということで、お知らせを見ていきましょう。タイム、はい、ということで、毎度恒例のね、お知らせを見ていくんですけど、ただいまの撮影が6月6日土曜でして、まあ特にね、変わったことはなく、なんかセパ交流戦、エナジーキャンペーンがあるんで、まあ、毎回ね、これは必ず見て、30エナジーはね、めちゃめちゃ大事なんで、30円もお金はお金ということで、ぜひともね、めちゃめちゃなんだ、必ずやってください。まあ特にね、変わったことはないということで、先週画面へレッツラゴー。はい、ということで、選手画面の方に来まして、ここからですね、エキサイティングの組み合わせ予想をやっていこうかなと。まずはですね、今日からね、この動画を見ました、見に来ましたという方も多いと思うんで、まずはですね、EX のね、今まで来た選手一覧まとめていこうかなと。まあ、右にね、テロップがある通り、阪神から、糸井さん、福留さん、山本さん、山岡さん、山崎さん、今永さん、源田さん、金子さん、石川さん、雄平さん、金子さん、太田さん、菅野さん、小林さん、レアードさん、井上さん、平田さん、小笠原さん、則本さん、松井さん、そしてですね、最近来ました広島が、大瀬良さん、床田さんと。いやー、テロップ見てもらって、やはりね、何回も見直しても、投手がめちゃめちゃ多くないかと、さらに投手のね、選手のゲーム的テキスム、敵的に変えた、的なステータスで言えば、めちゃめちゃ強いんですよ。こちらですね、みんなサムにある通り、助っ人外国人も来たんですけれども、なんとも野手が1名、投手が12名と、本当に最近野手のね、強化をさせてくれないんですよ、コナミさんが。まあ、テロップで見てもらったら、エキサイティングもね、投手強化ガチャと言われるが、投手が強いんで、まあ、これをね、一つね、逆手に返すと、こんだけ投手を強化しているということは、TS 第3弾でもうめちゃめちゃ野手を盛り込んでくる。さらになおかつ第3弾なんで、こちらですね、昨日の動画のね、TS の有力選手一覧のね、サムネなんですけれども、野手のミートパワー AA の TS 選手をもうめちゃめちゃ盛り込んでくる可能性もなきにしもあらず。とりあえずですね、今結構投手が優勢ということで、まあソフトバンク次第なんですけれども、第1弾第2弾どんな組み合わせラインナップになるのか予想していこうかなと。予想する上でここでね、プラス情報を加えるんですけれども、2019年の TS じゃなくてエキサイティング第1弾でエキサイティング第2弾なんですけれども、第1弾では投手が5人、打者が7人の組み合わせで第1弾は出てきておりました。そしてですね、エキサイティング第2弾なんですけれども、投手が7名、打者が5名という組み合わせでエキサイティングプレイヤー第2弾は出てきておりました。まあ、見てもらったら分かる通り5775ということで、まあ、今年も2020年も、まあ、このですね、数字的な組み合わせで来るのではないのかなと。まずはですね、ステップ1としてエキサイティングプレイヤーできました打者と投手で、まあ、テロップを開けていきたいなと。で、右に、ね、テロップが書いてある通り、打者だけでまとめますと、糸井さん、福留さん、源田さん、金子さん、雄平さん、太田さん、小林さん、平田さん、レアードさん、井上さんが、打者部門です。そしてですね、まあ、投手部門なんですけれども、山本さん、山岡さん、山崎さん、今永さん、石川さん、金子さん、菅野さん、小笠原さん、則本さん、松井さん、大瀬良さん、床田さんと。まあ、こちらですね、まあ、投手打者で湧きたんですけど、どこからね、組み合わせ予想の基盤を作っていくかと言いますと、やはり投手の選手がね、ゲーム的には強いんで、まずはですね、投手のね、エース枠から、先に埋めていこうかなと。投手のね、エース候補と言われているのが、山本さん、山岡さん、今永さん、菅野さん、則本さん、大瀬良さん。この6名からまずね、分けていこうかなと思います。エキサイティング第1弾で予想したのは、1人目、山本選手。まあ、このね、第1弾、山本選手決まったということで、まあ、強制的にね、第2弾は、山岡選手に決まりました。まあ、やはりですね、山本さんね、ステータス見てもらった通り、球威型球威、さらになおかつ、球種がね、めちゃめちゃ多いということで、続きまして、第1弾のね、2人目になるんですけれども、広島から大瀬良選手と。まあ、これによってね、第2弾は強制的に、床田選手になります。やはりね、第1弾ということで、オール A のステータスである大瀬良さんをね、まあ、第1弾で持ってくるんではないのかなと。大瀬良さんですね、まあ、通常ではね、9位79なんですけども、エキサイティングプレイヤー、セレクション系はですね、プラス1になるということで、オール A になります。そしてですね、第1弾の予想として、3人目がですね、楽天の則本選手。
まあ、これにてですね、強制的に第2弾松井裕樹選手になります。エース級であります山本さん、大瀬良さん、則本さん、結構ねこれいい組み合わせではないのかなと。そしてですね、第2弾である松井さんなんですけれども、この松井さんがね、なんといってもめちゃめちゃいい球種を持っておりまして、田中将大選手のスライダーの左場になっておりまして、結構ね今リア大会では騒がれておる投手の一人でございます。まあ、その投手のどれだけすごいかというね映像がこちらです。まずはイーグルスの先発松井が楽天生命パーク宮城のマウンドに上がります。さあ、ドラゴンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。まあ見てもらった通り、めちゃめちゃすごいことがわかる。こんなに曲がるかと。前はですね、まあカーブ、スラーブっていうね、球種だったんですけれども、まあ回転数がすごい。めちゃめちゃしかも大きく曲がるスライダーと。いやーすごいね。まあ、エース級の方々はね、第1弾3名、第2弾3名ということで、続きまして野手の方に行きたいなと。まあ、野手がですね、見てもらった通り、ミート型 A っていう方が土井さんで、パワー型 A っていうのがレアードさんしかね、未だにいないんですよ。その中で第1弾で来るのが糸井さんと予想しました。第2弾ではね、強制的に福留さんになります。まあ、今年ね、阪神枠がいないっていう方は糸井さんで狙ってもいいのかなと。まあ、60連、まあ、そうやね、野手強化どうしてもしたい方は、まあ、野手狙ってもらってもいいんですけど、やはり60連狙うのあれば、まあ、投手狙ってほしいかなと。そしてですね、第1弾5人目に選んだのが西武の源田さんで、第2弾は強制的にね、金子さんになります。まあ、源田さんになるんですけど、まあ、守備適性 A ということで、まあ、リア隊のね、守備要員としてはガンガン使えていきます。金子さんもですね、まあ、レフト B なので、リア隊でね、使う人は、まあ、使うのではないのかなと。そしてですね、第1弾6人目としては、ミート型 A を言っているということで、パワー型 A の人は、第2弾で来る。井上さんを第1弾と予想しました。ほんで、強制的に第2弾で、レアードさんと。いや、井上さんはめちゃめちゃ神やね。なんと言っても報酬エキサイティングプレゼンツ S 契約書、こちらね、右で報酬まとめ書いてるんですけども、5万コインと80エナジー、さらに SSEX 契約書1枚、 A ランクの EX も2枚もらえると。いやーマジで神。まあ、これ米印にね、6月10日から順次配布と書いてるんで、まあ、最短でも6月10日からかなと。まあ、プラス情報を加えますと、イベントがですね、6月9日に終わるということで、まあ、エキサイティングは6月9日ではないのかなと。そしてですね、第1弾7人目がですね、小林選手と、これによって強制的に第2弾が菅野選手、エース級の枠として出ます。まあ、小林選手なんですけど、6月6日、土曜に撮影しておりまして、その時ね、なんとホームラン打ちました。いや世界の小林で、菅野さんなんですけども、第1弾は、まあ、目玉の枠として山本選手、第2弾の目玉の枠として菅野投手。そしてですね、第1弾の8人目として横浜ベイスターズから山崎康明投手、強制的に第2弾の目玉として今永投手。山崎康明投手もね、取りたいんですけれども、まあ、リアタイでね、私使ってるんですけど、タイピンチがなくなったんで、また新たにね、山崎康明投手は作りたいなかなと。で、第2弾はですね、今永選手なんですけれども、めちゃめちゃ強い9位型 9A の、先発枠としてね、ガンガン使えてきます。続きまして9人目なんですけど、9人目がですね、ヤクルト枠から、投手石川さんが第1弾で予想をしました。そしてですね、強制的に第2弾は野手の雄平選手。まあ、ヤクルト枠ね、今年本当に厳しいんで、ちょっと TS にね、私は期待しているかなと。まあ、バレンティンさんであったり、ラミレス選手。第2弾でね、来る雄平さんなんですけれども、2015年かな、まあ、弾道アーティストということから、なんぜかね、知らないんですけど、まあ、弾道今はラインドライブで総力型になっていると。まあ、総力型っていうのはね、ゲーム的にはね、ちょっとコンボは組みづらいかなと。そしてですね、ラストね、2人になりまして、野手としては中日枠から平田さん。強制的にですね、第2弾は小笠原選手になります。平田選手はですね、元捨てからね、 A は乗っておりませんが、消防試合ではですね、ミート A に乗ります。まあ、第2弾の登場予想をしました小笠原選手なんですけども、2017年もね、1回出ておりまして、その時のね、小笠原さんのツーシームストレートがね、未だに強いと。持ってる人はね、持ってるんですけども、解くのもね、タイピンチで、まあ、打率ね、6割の方も打てないと言われている小笠原選手。まあ、ソフトバンクはね、出てないんで、まあ、ラストとすれば野手として第1弾太田選手を予想しました。強制的に第2弾は金子選手。
太田選手もですね、まあ、守備がねライト A ということでめちゃめちゃ強い。リアタイですね、福留さん、高橋由伸選手をね持ってない方は、ぜひとも現役枠のライト枠としてはガンガン、使えてきます。まあ、そしてね第2弾である金子選手はね中継ぎ枠の超変幻自在要因枠日ハム枠としてもガンガン使えてきます。いや強いね、まあ、TS 第3弾で来てほしい選手でもあります。まあ、ラストのところはですねはてなはてななってるんですけれども、まあ、ソフトバンクがどうなるやらと。で、まあ、全体像を見てもらった通り第1弾ね予想とし山本さん、大瀬良さん、則本さん、山崎さん、石川さん、投手が5名。まあ、これはですねさっきも言ったとおり2018年第1弾も投手5名だったので、まあ、組み合わせ的にはいいのではないのかなと。で野手が、第1弾は糸井さん、源田さん、井上さん、小林さん、平田さん、太田さんで、ソフトバンク、まあ、野手と予想すれば7人となります。で第2弾なんですけれども予想として、まあ、菅野さん、今永さん、山岡さん、所田さん、松井さん、小笠原さん、金子さん、7名の投手が来ておりました。これもね2018年投手7名という、まあ、これもですね2018年投手7名だったんで2020年もいい感じの予想ではないのかなと。そして打者が福留さん、金子さん、レアードさん、雄平さん、まあ、ソフトバンクの野手次第で2019年も打者5名。まあ、この感じでもあればラストソフトバンク野手になるのではないのかなと。柳田選手ね結構期待している方多いんで華麗なる見事なアーチストホームラン見てもらいましょう。どうぞ。おっと驚きの予告ホームランです。ピッチャーは心中穏やかじゃないでしょうね。まあ、ここは冷静さを失った方が負けですよ。そうですね、スタンドは大喜びですが果たしてどうなるでしょうか。これが1球目。初球空振りです。ドカーンと大きな当たりです。高く上がって入った、ホームラン、先制ホームランです。ホークス、イーグルス初回いきなり先制弾を浴びました。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。ベンチ前チームメートに迎えられこのパフォーマンス盛り上がっています。ライト、はい、ということでぜひともね高評価、チャンネル登録、通知音、ベルマークボタン、コメントはね必ずしてもらいたいなと。いや楽しみやね、エキサイティングプレイヤーとうとう明日、ラストソフトバンク月曜発表ということで、また、明日もね動画出していきたいなと思います。ということで今回は以上。